お前は誰だ。面通しは終わったか。どうだった、うちやサスケは。あいつ強い、ものすごく強い。あいつイタチ殺した、許せない、殺す。そうだ、サスケは。奴は誇り高きウチハの恥さらしだ。真にシャリンガンを持つべき者は奴ではない。動き出したな。俺も見えた。次の仕事だ、シン。奴の娘を連れてこい。あの娘にはいろいろと利用価値がある。一緒に来い。嫌って言ったら。子供の喧嘩にしちゃちっとやりすぎだな。7代目なら、こっちも手抜きはできねえぞ。一旦引くぞ、シン。こいつの相手はお前一人では無理だ。我々の目的のため、今よりことを始める。暁の復活だ。はい。見えてきたってばよ。あの塔がサスケとの待ち合わせ場所だ。どういうことだ。パパ！じゃあならやがまさに敵の懐って感じね。そいつから目を離すな。はい、父様。俺が全員連れて行く。
やっと動力が戻ってきたところだ。お前、動力が弱ってたのか。道理で。お前にブツブツ言われる筋合いはないな。貴様はウチハの人間ではないが、まだ利用価値があるから生かしているだけに過ぎん。暁復活のため俺はサスケを殺し、奴のシャリンガンを手に入れる。ウチハの名を継ぐべきなのは奴ではない、この俺、ウチハ死んだ。万事解決ってことよ。クロソン、我がシャリンガンから逃れることはできん。どけ、お前に用はない。どかない、父様、守る。やはりお前たちは弱い。貴様はウチハの恥さらしだ。この俺がイタチの意志を継ぎ、暁を蘇らせる。まだだ、お前たち、やれ。のこれからは俺たちが進化させる。まだ死ぬわけにはいかぬ。一緒に来てもらうぞ、医療忍者。イタチの意志を継ぐか。貴様は奴のことを何も理解していない。次はいつ帰ってくるの？パパ。そんな顔するな。また今度な。